リゼヘレスタです。この度はおそらくこれは誕生日逆突、おそらく。そして時間的におそらくトップバッター、いかにも。ご指名いただきありがとうございます。外なんだけど、あ、え、嬉しくて撮ったわよ。大丈夫外。全然大丈夫。え、そんなことよりもおめでとうだ。これ言ったらまあいいか。あ、アンジュと あの明日のとこちゃんの誕生日どうする、何したのみたいな。でも私がちょっとあの時間とか的にどんな状態でいるか微妙だったから、私たちも突したかったけど、ちょっと突とかはできずに申し訳ないのですが。そもそもだって私2人に家を教えてないしな。あ、そっか、行こうにも。そう、行こうにもやし、来たら地獄やから帰らんれんくなってまうし。あ、そっか、そうそう、私たち自分で連れてってもらう以外に行ける手段ないのか。そもそも絶対2人は性格的に、え、どうする、うん、みたいな、なんかできひんかなみたいなことは多分相談してるやろなとは思ったけど、完全に打ち合わせしてたね。ね、私別にその何サプライズするときにさ、うん、私の時は何してもらえるんやろとか一切思ってないから、私ができればそれでいい。めっちゃ嬉しい。でもさ、うん、なんか今回逆突だからさ、はいはいはい、え、もしかしてワンチャン私たちかかってくるかわかんない説が。かけるよ。私の時はさ、あの、すいません、トップバッターをいいですかっていう風にお願いしてたじゃん。ね、うん、そうそう。っていうとこちゃん本当にそういうの何もなかったから。かけてもいい人って思っただけやった。うん、そう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 、押したけどもしかしたらって思ってたから。いや、嬉しい、お祝いできて。時間が決まってるから、ちょっと全員にはかけられへんかも、うん、もしかしたらみたいな。そうなると確かに何回も話してる人ってちょっと省かれるんかなって思ったりもする。うん、あんま喋ってない人に席を譲る時が来たかとうとうみたいな。さすがに同期は。だからかかってきて正直少し嬉しいです。今日ね、トツをした人に聞こうと思ってることがあって、うんうん、2択から選んでほしいんやけど。生きてきた中での恐怖体験を教えてもらう。はい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 、はい、もう一個は恐怖体験、うん、おすすめのゲームを教えてもらう。なんかだいぶ毛色違くないですよ。ちょっと1個目ヘビーかなと思って、答えるのカロリー高いかもと思って。確かにパッと恐怖体験が出なかったらと思って。そうおすすめのゲームにしようかな。裁判やってもらえないかなって。私ね、逆転裁判シリーズ結構やってんのよ実は。アンジュさんとかもやってるもんね。やってた。そうだから、アンジュがやったから、うんうんうん、これはトコちゃんもやってたらみんなで逆転裁判の話ができるじゃんと思ったの。確かに。でも全シリーズはやってないから、ちょっとやってないところもやってみるわ、うん、やった、マジで嬉しい、うん、逆転裁判話に花を咲かせよう3人で、うん、逆転裁判オフ会しよう3番が。え、ご飯行こう今度。え、急に。うん、ご飯は行きたい、めっちゃ行きたい。ご飯と保管室に、ホテルとかに滞在するやつのこと。そう、うん、あれやりたい。ごめん、ちょっとあのさ、あの外ですごい人があの、あのあんまり言うとあれなんですけど、なんかさ、ちょっとお祭りやってるっぽいさ、すごい周囲を警戒しながら恐怖体験もしかしたら受けることが人生で最大の恐怖体験になる可能性があって。私が最初だから、今後たくさん人が来るということね、頑張って。多分もしかしたら誰もこの後出ない可能性もあるから。そしたら、私がお家に戻った後もかけてくれたらもう一回出るから。分かった、じゃあ帰ったら教えて。何回でも出るから、うん、帰って配信画面開いてアイコン1個しかなかったらチャット送って。おおきにね。うん、ありがとう、じゃあね、またね、はい、またね。かけていいですかってチャットで聞いたら、無限にチャット返ってきて、全然チャットが無限に返ってきすぎて、なんか逆にあんまかけたくなくなってきちゃった。かけます。もしもーし、犬い、うわー、お誕生日おめでとう。どんちき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 、おめでとう。んちゅんちゅ。あ、アンジュです。人って放っておくと名乗るんや。あれあれってなった今。何かが違うか。いや、お誕生日おめでとう。今年分のキッズやで。んここら辺に出しとこうかな。あれ犬全然追撃するけど。いやかも。何してた？見てましたよ。あ、見てたんや。いや、マジでこれのためにアラーム設定して昼寝から起きてもう準備万端で。どうするんそれで一番最後とかやったら。い
や、ありえる。だって偽の次違ったから、あれこれもしかしてサンドイッチかのあないんやんな、多分さっきの会話的にと思って、リゼのやつ的に、はいはい、ってことはどこと思ってめっちゃそわついてた、怯えてたんやそう、だからチャット来た瞬間どんちきどんちきどんちきってなってた来たでーってなってためっちゃハッピーになってたから、よかった、ハッピー。見ながらウーバーイーツどのタイミングで頼んでるのかをしながらもし来てる間にピンポンになったらなんかちょっと待ってなとかになると思ってめちゃめちゃ焦ってた。いや、そうサプライズないね、もうね、リゼと事前に喋ってて、全然いいよそんなん。そう、ちょっとモニョモニョしてた。でワンちゃん本当にね、取ってない可能性があるって言ってて、可能性そう、いやもう本当にでもマジで言ってた感じと同じ、他の子とかにかけてる可能性全然あるからと思って。いや全然そんな、そうそう、なんかそんななんかしてほしいとかじゃないの、私は。おめでとう。あ、どうした、苦しいいや苦しい時にチュンチュンってんの嫌だろうって言ってるから苦しいかなと思違う、全然違う、ためキッスしてるから、ここ数年で覚えた技なんやけど。いらねえ、ただのチュンチュンってシュッてすることによってちょっとこう質感が出るっていうのを覚えたから。キメひどいなりよこんなにしたのは犬が初めてなのに、キモいなりよキテレツキモいなりよジェさんにさ、ジェさんにはこれを聞きたかったの、なんか最近いろんなゲームにハマってそうやったから、はいはい、犬におすすめのゲーム。ねえ、恐怖体験考えてきてたってじゃあどっちも聞くわ。じゃ あゲームはじゃあね、配信でやれってことじゃなくて、アンダーテールやったことある？あ、ない。マジでいい、難しい、ちょっとむずいとこもある。戦闘が弾幕避けるみたいな感じの動きするのがあって、はい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 、それがちょっと私は難しい。なんかそう、でもいろんなルートがある中で、うん、そうそう、でもクリアできるラインではあると思う。ちょっと今なんかコメントでアンジュからバンサバを取り上げろっていうコメントがあったんやけど取り上げた方がいい。そんなこと言ってないやん返して返してよ最近バンサバのコラボ絶対アンジュいるって言われてさおもろくて、はいはい、おもろい、あれハマる。マルチもようできてる、ハマるハマる。なんかね、あとそんな難しくないから、なんか攻撃ボタンとかないんだよ、うん、歩いてたら、ほうほう、持ってる武器が周りをシュババ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 バってやるみたいな感じ。自動なんやね。そう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 、だからまあ敵がいたらちょっと避けるぐらいで、そんなでも避ける動作もほぼないぐらいかな。いや、アンダーテイル、そう、アンダーテイルなんかタイトルは知ってて、でみんな結構なんかやって泣いたみたいなこと言ってるのだけは聞いてて、そう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 、けどまだ内容知らんから。攻略見ずにぜひやってみてほしいわ、おもろいよ。やる、私の人生のおもろかったでゲームは、あの逆サイトアンダーテールが現状入る他にもあると思うけど逆転裁判イゼちゃんもねおすすめしてくれたから。そう、だから犬やってんのびっくりした、やってるんやと思って。やるよ、だって好きやもん。あれちょっと謎解きに近い感覚があるんよね、ちょっとしたところからいろんなものを紐解いていく感じが気持ちいいしな。しかも分かった時嬉しい、繋がった瞬間全然ちゃうかった時机叩きそうになるなんで配信でやってるからな、私もなんか全然違うことドヤ顔で話せるってジュさんもホカンス一緒に行こう、イテちゃん行こう、前したけどめっちゃよかった、行こう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 、めちゃめちゃ行きたい、ホカンス。やった、もうお菓子とか買い込んでパーティー。いや、わかる、それしたい。じゃあミスド買ってってあげるわ、犬が。うわ次引っ越すとこミスドないかチェックしたぐらいミスド前嬉しくて、ミスドタチなんだなって思っためっちゃ喜んでたもんな、ミスドで。いや、あれハッピーだったね、あれ超ハッピーだった。そんなに喜んでもらえるとは、あれは本当に幸せだったよかったやったって言ったもんねよかったミスドで喜んでくれて。怖かったやつちょっとだけ言っていい？いいよ、うん、思い出せる、はいね、最近のやつで、うん、そうそうそう、なんかさ、うん、ゲームを裏でやろうと思って、はい、その時にキャプボイルゲームをやったんよ。そう、音とか載せるために OBS をつけて遊んでたんやけど、はいはいはい、いつの間にか配信開始を押してしまってたらしくて、その間に人と通話もあったりしてそうで、終わった後にいつから配信開始、え、待って、ね、でちなみに何もなってなかった、どこにも配信されてなかった。だって別にね、枠立ててつなげてなければ、ね、そう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 、でもうめちゃめちゃ怖くて、そっからも全部確認して、ちょっと待ってちょっと待って、やばいやばいやばい、秘密の方へ、やばいやばいと思ってめちゃめちゃ確認し終わったっていう。ヒヤリハットやんいやもうね、もうめちゃめちゃ、もうまず YouTube 確認して、でなんかマシュマロ確認して、 Twitter でエゴサもしてみたいな、もうね本当に怖かったですって話。怖ー
ーそれ怖ーそうめちゃめちゃ怖かったこれがね直近怖かったです怒られるかもと思って自分の配信では言ってなかったんだけどしかも通話ってことはその人の何かも漏らしてるかもってことだからそうよな自分だけでとどまらないことに恐怖を受けて怖ーよかったね何もなってなくていやもうだからダメだちゃんとゲームするとき OBS つけずにもうちゃんとキャパポ付属ソフトをつけてそうそう やろうと思ってもうダメだわ OBS ダメ怖かったいやなんかショートカットになってたんだろうな配信開始でなんか押しちゃったんだろう気をつけようねみんなお互いね気をつけよういや気をつけていきます OBS 怖いです結構ゲームするときに OBS 立ち上げる人多いと思うなんかちらっと聞いた感じ、うんうん、そうね危ない危ないね本当にねほんま気をつけて怖っ長々とお邪魔してしまいましたじゃあねえちょっとああ最後にキッチでサンドイッチしたろんなちょっと待って今の吐息で終わるんですでも怖かった今ちょっと怖かったって切られたかと思った今えっと思ってディスコードパーティーちゃったやったかと思ってそんなことするわけないでないやお誕生日おめでとうあきに来年も祝いに来るわ来年もかけてなでも来年もあるか分からんね来年はちょっと初めてだもんなそうじゃんそうだわ今年も意を決しての逆突やからいやそうだよねだって5年目突入で初でしょすごい突入で初いやいやもういや帰るいやいやプリプリバイバイお誕生日おめでとうまたね、うん、バイバイ、うん、頑張って残りバイバイうんほんなにねさよならうわちょっとねチュッて遅れてきた